はい、今夜の7時39分になりました。はじめ社長の部下だった大地さんが結婚したって YouTube で報告してましたね。まあ、YouTuber を、まあ、辞めるって言った時から、まあ、おそらくそうなんだろうと思ってたんですけど、めでたくね、ちゃんと席を入れられたということでおめでとうございます。ただまあ、一リスナーとしては、その、ちょっとアイドル的な目線では、ファンとしてちょっと応援した部分があったので、ちょっとした、ショックがあります。で、まあ、そうですね。今日今ですね、ちなみに庭に、まあ、出てたんですけども、白いラズベリーじゃなくて、白いワイルドストロベリーっていうのを私育ててまして、ワイルドストロベリーって、育てると、なんか恋愛運がアップするとか、いい人と巡り合えるとか、なんかそういうね、言われがあるんですね。で、白いストロベリーはちょっとわからないんですけど、まあ、とにかく今、普通のイチゴと変わらないぐらい、ものすごい香ってます。で、白いね、ストロベリーこんな感じなんで、まあ、収穫したところね、ちょっとね、ラズベリーっぽくね、穴が開いてる。で、これちょっと試しにね、食べてみようかなと思ってます。ってことでね、ちょっといただきます。少し酸味はあるんですけど、美味しいですね。どれが一番熟してるか。ちょっとこれだいぶ熟れて柔らかくなってるんで、ちょっと食べてみます。あー、ちょっと痛みかけでも、甘いですね。美味しい。あ、個体によって結構味が違うかな。三つ目に食べたやつは、今まで食べたことある赤いワイルドストロベリーと同じような味がしたんですけど、二つ目に食べたやつは、ちょっとね、パイナップルの味がしましたね。やっぱ白いラズベリーだから、多少なんか違うのかな。ただワイルドストロベリーは、味っていうよりも香りがすごく良くて、芳香が強いので、なんか匂い嗅いでるだけでもね、すごく癒し効果があるというか、なんかリッチな気持ちになれるので、ちょっとね、収穫楽しかったです。